舞台どう？頑張ってる。頑張ってる。だからちょっと疲れた。もう寝るね。昨日の昼公演でした。確かに。でも寝たんだけど、これ。寝ちゃったよ。ちょっといや、まだまだ余裕だから。え、今日満戦なの？今日初戦。どこと？中国。今日負けると終わり？全然。大谷やばいよ。やば。デッドボールとホームラン。デッドボール！バトれてましたじゃあ行きますか。どうもハイデツです。お願いします。ちょちょちょ、始めるタイミングよ。なになにせーのぐらい行ってよ。あ、せーのぐらい。ごめんごめん、もう一回ね。せーの、せーの、どうもハイデツです。いつもどうしたっけ。いつもどうした。いつももうちょっとテンション上げてるよ。言うと4から始めてる。お前今日限ってんな。4入れて。4入れて。いいよ。はい、ですでーす。来た。こういうこと。あ、いいよ。お願いしまーす。うるさかった。あ、じゃあどのぐらいがいい。フォーぐらい。あ、フォーぐらい。フォーどうも、はい、ですでーす。やべー。俺もうちょっと下げてるバージョン聞きたい。下げてる、下げてる。もうマイク下げてる。いいよ。フォーやべー。どうも、はい、ですでーす。いい、すごい、いい下げでした。うわ、いいな。なんか乾いてきた。はいはいはい。最近どうや。最近どうや。確かにみんなで何してんの。ちょみんなで会ったの久しぶりだよ。久しぶりだね。久しぶりだね。舞台どう？頑張ってるでしょ。頑張ってる。だからちょっと疲れた。もう寝るね。今日も昼公演やってきた。確かに。でも寝たんだけど、これ寝ちゃったよ。一緒に地味に行ったでしょ。一緒に地味に行ってるし。いや、俺泣いた。泣いた。すごい。演舞場だって一番前に立ってんだよ、ミズコンが。え、そうそう、仕事だから起きよう。ちょっとリーダー疲れてるからさ、ちょっと優しく起こしたから。いや。あ、すごい。ああ。あ、落ちた。怖い怖い。ガチ起きるタイミングがちょっと掴みきれてないね、この。いや、ゆるいね、今日は。いや、てか最近、名古屋、大阪とかさ、ちょっと遠目多かったじゃないですか。うん、久しぶりゆるめに、今日はこんな企画をやりたいと思います。本当はお茶漬けのお茶は何が美味しいんだろう。ちょっとごめんね。俺も WBC 我慢してやるんだからね。切ろう。さあ、というわけで今日はね、WBC 日本代表が初戦を迎えるということで、やっぱ日本が大事だと思うんですよ。日本のやっぱ和がね。和といえば何ですか。和といえば、はい、和といえば、漬物。そう、お茶漬けなんですよ。というわけで、あの、何が合うのかっていうのを今日やっていきたいなと思います。こっちからですね、黒豆茶、緑茶、ほうじ茶、玄米茶、そば茶、コーン茶、はたむぎ茶、梅昆布茶、梅昆布茶絶対おいしいね、ほんだし茶、ほんだし茶、ローズヒップ茶、ローズヒップティーだ、バタフライビー、知らないな、センブリ茶、いやバタフライピーですね。センブリ茶は知ってる。センブリ茶はやだよ。やっぱ新しいこの和食ってものを皆さんに提供していただきたいなと思いますけれども、本当は緑茶ですよね。本当は緑茶だと思います、基本的には。僕ちなみにテイスティングしたんですけど、先に玄米茶が良さそうでしたね。意外というわけで、皆さんちゃんとセンブリまでやっていただきますから、ね、やりたくないです。ダメです。やりません。ダメです。じゃあごめんなさいって。ごめんなさい。オッケー。限ってほしい。もうちょっと、あ、何何、味変わるかも。あの、ローズヒップ茶用意してごめんなさい。ダメそう。オッケー。やば。飲んでないやつもあんの。いや、飲んだと思うんだけど、なんか血が変わってる。いや、さっき下調べしたところによると、あったかい方がいいらしいんで、熱がいいらしいんですよ、お茶漬けってやっぱり。そっちから出来たてをどんどん用意していきますから。おー、ずっと寝てる人いるんですよ、どうします。夜中何時やった。ルーザー、ルーザー、ルーザー、ルーザービルのルーザーだけど、みずきくんがさ、ほんと素の水木くんのシーンやったよね。あ、一個あった。女の子に話しかけられる。あはははは、違う、ちげえよ、ちげえよ。あれ台本だよ。じゃあじゃあそんな感じでいきたいと思います。まず黒豆茶いっていただきたいと思います。今日ちょっとこの後大食いあるから。いや、そうなんですよ。今日おかしいんだよ、企画で。美味しいのこれ、本当に。いや、うまいんじゃないですか。わかりました、じゃあお願いします。あ、俺店員じゃねえから。すいません、白米4つ。白米4つ。やばいよ。ちょっとお願いしてもいいですか。いやいやいや、一杯だけで。起こして寝ちゃってたら。寝ちゃって俺も寝たくない。あ、寝たくないのに寝てんだ今。疲労感が今寝てたよ。頭が結構変な時あるんだね。そうそう、どうしてもどうしても
初手何で行こっかなぁ。あ、いいお前さ、ボケになってる。パンカか玉ねぎあんだよ。どうなの？どうなの？確かに、そうかき氷のお話しました。確かに、これってどうなの？いや、舞台中だからさ。まあ栄養がね、舞台中だから栄養必要かな。栄養がね、エネルギー。これでも言うと、栄養必要だから。じゃあ、俺が指名するよ。ああ、なんかオラオラしてんのやだ。下手に来てほしい。いや、こっち選ばせていただいていいですか？ごめんなさいわ。ごめんなさい。オッケー。よしよし。さあ、じゃあ行きましょうか。はい。クロメちゃん。じゃあ、井上くん。あ、聞こえてないみたい。聞こえてない。うん、ウォーって言った時に、うわー、パギった、パギった、パギった、ウォーちょっと、ウォー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。飲んだことないんですけど、どういうお茶なんですか？黒豆を焙煎したものですね。特徴的な黒い見た目を作り上げているのはアントシアニンという。じゃあ、黒豆茶。あ、黒豆茶美味しいね。やっぱ黒豆茶合うと思う。ほら、粗挽きって読むんですか？なんて読むんですか、これ。黒豆を焙煎したものを、難しい、煎じたもの、煎じたもの。ちょっと僕たまに飲むんですけど、美味しい。それじゃあ早いっす。美味しい。頼んだり。これボケとかじゃなくて、お茶入んないから。じゃあちょっとこれでいいんですよね、あったかいの。黒豆です。ピストルスマップみたいな。フォーナイ。いや、タプタプだな。タプタプやな。あ、美味しい。ちょっと甘みありますよね。アントシアニンが入ってる感じが。でも飲みやすい。あ、飲みやすいです。はい。アトシャ、アトシャ、アトシャニ。じゃあ、いいですか。アントシアニンです。アントシアニン。アントシアニンです。なんか、めっちゃ伝わってる。あ、美味しい、美味しい。ただ、なんかもうちょっと、こう、しょっぱさが欲しいな。マジでいい意味で、可もなく不可もなくって感じ。いやー、なんとも言えない、なんとも言えない感じ。さあ、盛り上がってまいりました。よっしゃ。さあさあ、まだ盛り上がっていきたいと思います。では、続いて、あ、もう温めてもらったの。だしが一番合うような、結局。だしが一番合いますよね。勝手に行こうとしてる。勝手に行こうとしてる。いたいたいた。何してんの。これ、だしいった。何のだしですか。ご飯がいっぱいあるから、いっぱい試せるんだ。かつおだしね。一回ちょっと行ってみるよ、だし。いただきます。あ、行かれてんだ。あ、じゃあ俺梅こぶ行くよ。じゃあ梅こぶ行ってください。俺だし、俺だし、俺だし。え、いいっすよ、いいっすよ。あ、これさ、分かった。これだし入れて、これ緑茶かなんか入れたら、あれだ、あれになります。市販のやつ。そう、市販の、市販のやつになります。そう。ちなみに料亭のお茶漬けは出汁であることが多いです。へー。いや、美味しいけど、はい、まあ、調味料も何も入れなかったら、まあ、こんなもんじゃーみたいな。斉藤さん、梅昆布、梅昆布茶完成してますよ。梅昆布、あ、もういける。いや、もう、あの、なんか食べたことある味です、もう。あ、もう一回食べ。梅茶漬けです。あ、本当ですか。うまい。これ用意できてるこのね、玄米茶、これ合うと思うんですよね。玄米茶。玄米茶、ね、合いそうな感じだったんで。あ、ごめん、手触れちゃいました、誰か。あ、これちょっと小分けでいっててください。回してもらって。ちょうどいい。だからか。僕が設定するワードは、ごめん、ごめんに設定して、でとにかく被害者のムーブを続けて、できるだけ言うとないものを助けに。お願いします。ちょっと指触れましたよね、今。触れました。すいません、ごめんなさい。何ですか。ごめんなさい。ちょっと可愛く言ってください。ごめんなさい。いいでしょう。それ、よそるたんびに規制上げながら入れる。うん。いや、うわぁ。わぁ、わぁ。確かに今日たくさん言うであるワードは、わぁにします。だから多分共鳴してくれると思います。今日大谷さんの初球ってことでだとテンション上がってるんで、多分僕からウォー言ったら、ウォーって言ったら、ウォーって言ってくれると思うんで、ウォーウォーありがとうございます。こちらです。たぎる。まあ、たぎってるも OK にしてほしいですね。ちょっとここに関してはちょっと広いあれがあるんで、まあ、たぎるとかたぎってるとか、なんかそっち系の、まあ、たぎるってことは最近言うとよく使うんですよ。なんか、熱いみたいな意味で。なんで、ちょっと今回もたぎるを引き出していきたいと思います。次、ちょっと、次、ちょっと、たぎるって言いながら入れてもらって。たぎるー！連発で。たぎる、たぎる、たぎるー！
で、タゲるよ、タゲる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 すいませんじゃないだろ、これがじゃあ変になってじゃあ入ってるじゃん。じゃあ緑茶いきます。あ玄米茶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 いきます。はいじゃあちょっと玄米茶待ってもらって。はい。あマジで。じゃあ玄米茶いっていただいて。いただきます。いただきます。いただきます。あ変わりよし。うんうんどうぞ。うわ待って。ああ。全然痛くない普通にやばいマジでそうかマジでやってくれたなもう信じてよいやーなんかそのテンションで謝ってきたのムカつくわいやーごめんあがれって寝るだろお鍋も悩んで寝ようとしてるぞあいつ舌触りだろこれいやまだ全部見ないしよこれじゃあどっちがいいですかほうじ茶ですすべ間違いないほうじ茶と緑茶とほうじ茶どっちですかさっきね緑茶こんぐらい濁ってたから緑茶あごめんちょっとミルクどっちがいい完全に寝てるわほう設定付き合ったらいいだろう寝ちゃったらお客さんすいませんごめんなさいすいませんお客さ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 んほうあれガメガメでしょお願いしたよありがとうございます。はい、終わった。何が一番うまいんだろう。梅昆布茶だね。あ、梅昆布茶割れますね、これ。あ、ね、梅昆布茶多分足りない感じしないよ、本当に。あ、本当に。ちょっともっとテンション上げてほしいな。わかりました。梅昆布。梅昆布どうかしましたどうでした体感として手応えかなりあったでいや俺も結構手応えある俺も結構手応えあるガチゼロいやそうだいや難しかった結構苦戦してたよ結構攻めてたけどそう攻めてるなって思って攻めてはあったよね全然ダメだ確かに俺分かんなかったいや俺結構言わせた自信あるいやなんかそれでかいそう分かってるなんだよ何があったんだよ今日はあれですねあの紅茶漬けは茶碗茶碗茶碗うまいうまい逆に怪しいと思わなかったいや、変だなってみんなのこの前のめりじゃない感じがすごいなあ、だから言ってくれたんだそこだよね、やっぱなるほどね MC としてそう、これやばいな、これやばいってとりあえずみんなのやつをね普段スルスル全部持ってたあー、すごいだから一応一人一個ずつ言うとこれを言わせたら言ってみたいな決めててうんわかるいや、たぎるわ、話でしょ俺です、俺ですあー、ジョージたぎるみんな知らないの笑ってたらタゲって言ってんだよタゲって言ってんだよなんだよそれと思ってタゲはめっちゃ好きそうだなと思ってたあとフォーもあるのかあ、
あ、私フォーですわ。フォーとあとごめんなさいな。あ、やだ。あ、ごめん。だから謝らせたの。初手で歌ってごめんごめんごめん。何言ってくれてた。で、ミズコ、何？ミズコわかんない。もう何キロ？何？寝るな。寝るな。寝るなか。もういっぱい寝ても全然起こ、起こさない優しさって何だ。起こせよカメラ回ってんだ。いやいや疲れてんのかな。じゃ起こしてくれよ。起こしてくれよと思ってずっと寝る。そう起きろとかあったんだけど。寝るなよ。そう寝るなにしちゃったから。なあなるほどね。フォーすげえ。数字はあれだけども佐久間の圧勝だ。だからあれか最初の挨拶がもうみたいな。そうそうそう。なんかちょっとやる気しよう。インサイダーゲームってご存知ですか？ないんです。VS 魂で多分かな。あ、そっか。はい、一回だけ。わかんない。関係ない。そうじゃない。人が怒ること。橋本さんが好きなこと。人が怒ること。怒ること。それは、はい。見て楽しむもんです。あー、うん。いやー、俺の中で、うん。俺の中ではい。